はい、ということで、スターの丘に向かいたいと思います。行きましょう。まあ、スターの丘か。まあ、なんか、まあまあ、リメイク前、リメイクちゃうわ。スーパーマリオ RPG だと、まあ、なんだっけ、星の降る丘とか、まあ、あれか、マリオストーリーにもあったか。なんかそういう、星の丘みたいなのがちょいちょい出てくるけど、あ、このパターンか。ミックスフラワー。はい。特になんか平坦な、いきなりですね。おー、なんかいる。なんかいる。まあ最初から、だが、なんだこれ。あ、しちゃった。なんだろう。こっち？クッパ、クッパ。あー、それっぽい攻撃をしてくるってことか。まだこっちの子。はい、行きましょう。はいはい、敵は結構強いね。あ、こっちか。まだ敵がいる。はい、ちょっと高い高いねえな。ちょっと、ダメージを思ったより受けてしまい、ちょっと、アイテム枯渇してるので。あー、いや、まだこっちまだやな。で、じゃあ。で、はい、これ入って、で、じゃない。あ、こっちじゃない。あ？もっと上に上がって、あーあーあっちかあっちかあっちか、わかったこっちになんか あるのか。あー、そういうことね。じゃない。じゃないよ。他なんかあんのかな。ちょっと見てみるわ。ああ、まあ、アイテムだけか。下折れたりしないのかな。まあ、で、合流するか。で、あの、ブロックだけ叩いて、こういったちょっとスルーしよう。フラワー2。はい。ルイージのやつ、こっちにあるよね。叩いとこう。はい。下のやつはちょっとわかんないので。まあ、ストーリー関係なさそうだから。そっか、オッケー。はい。コピーフラワー。おう、うざきのことは。なんかセーブブロックがある。のかな？あ、これか。まあ、100円は続けましょう。結構アイテムあるね。ミックスフラワー。ボス戦来るんじゃないだろうか。
モノキューデラックス2。はい、あ、ここでちょっともう一回使ってるとこ、アイテムがあるとは思わなかった。お、池のご成人、ほう、なんか来たよ、出てきたよ、出てきた、ボス戦か、なんでおや、でっかい爆弾が。ですね、はいはいはい、これは、待ってよ、オフカー大将を倒す方はいいらしいですね。はい、はい、あと回復し忘れてるわ、はい、回復すべきでした。ここは、はい、で、マリオだけ一回入るか、あ、マジかよ、マジか、そういうことですよ。両方回復、はい、もう一回、マジか、赤くなってんね、あ、そういうことしてんの、マジか、マジだ、やり直した方がいいかもしれない、あ、知らない、マジか、はい、で、はい、マジか、なんかできたけどちょっと回復しよう、はい、マジか、結局だから、やるか、
はい。何か。まあ、マリオ回復とかいい気もするけど。はい。はい。まあ大丈夫そうやね。はい。いや、もう後編のやつが必要でした。操作が下手すぎて大ダメージを負いましたが。はい。こっちの方がボタン押すの少なくて大ダメージ与えられるからいいよね。あ、間違えた。はい、マリオ大丈夫。お、あ、またこれが来るのか。気のせい。マリオ回復しようか。ああ、そっちやっちゃった。シンプル間違えた。はい。はい。そっち？で、攻撃。あ、マジか。倒れるぞ。で、ザザザ。
ケー、倒した。落ち火放題が強いわ。ケー。いやー、ちょっと分兵のやつの操作が下手すぎて、今日ちょっと、きつかったね。はい、おあー、ちゃんと体力回復してるね。ほう。この先に行くってことか。ん？完成したの？かな？はあ、スターのせい、おう、スターのせいが、この、マレルイの世界にも、いるのか。ほう。なるほど。はい。了解です。はあ。やった。了解っす。なんかルイージ泣いてんねんけど。どういうこと？なんでルイージ泣いてんの？それだ、まあまあ、サノカ、コバルトサノカヘラ、どっかで2つか。まあ、うち1つは多分ここにあるんだろうけど、確かに。なんでや。あー、なんだろう。お、キトキ。安心せえ。で？で？で？どこに行けばいいんですか？土管が、あ、こっちか。いや、わかりにくい。はい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 。登って。なんかこれもさ、なんかマリオストーリーの、なんか星のせいのところっぽいよね。はい、ああ、まあこういう交流があるけど、まあまあまあ。ほう、着いた。じゃあまあ、こっからは新しいエリアってことっぽいので、はい、今回はこの辺で終わりにしようと思います。はい、まあ、RPG だけ読むか。コバルトスターをバラバラにしたのは、やっぱり、ゲトンコ姫だった。それほどコバルトスターが怖いらしい。と、残るかけらは、あ、蜜が。はい、ここはさらの神殿ってことですね。はい、じゃあ、やめましょう。はい、以上です。